今僕が何よりも守りたい愛は君がくれたものだ。君に言いたいことがある、話しておきたいんだ。何を突然言い出すの、ほとんどしながら、ただじっとただじっと僕を見つめて言葉を待っている風が君を揺らし、うなずいてくれただろう。急に思いもよらないこと言い出したようで、どうしたのどうしたの、何があったのと訳を聞きたかった。やがて夕日が沈み、